最後は私の方の登場です。盛大な拍手をお迎えください。はい、それでは皆さんお待たせしました。こんにちは。すごい。じゃあまた挨拶からグー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 
皆さん、こんにちは。お友達いっぱいいるね。嬉しか嬉しか、ありがとうございますね。ちっちゃいお友達ね、あら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 、ちょっと怖かった。大丈夫？いいよ、真似せてよか真似せてよか。人関係そら抱っこできん。いや、おきゃおきゃじゃないで、ほらお友達がほらもうなんかひょとんとした目で見よらすよ。よかとよかとかな。はいはい、起き上がって起き上がって、もうちょっとだけ成長していくもん、もんじゃもうちょっと、はいはいはい、成長を始めます。ぐぐぐぐぐぐぐーっとぐーっと、はい、成長しました。いやいやいや、ムキムキになったね。ムキムキになったね。まあ体ムキムキには見えますね。さあ、ということでですね、実際お友達いっぱいいるからちょっと聞いてみようかな。くまもん今日初めて会ったよっていう人、初めて会ったよ。あ、お、あ、意外と意外と、あ、初めて、初めて、お友達も初めて。あ、後ろの方は初めてじゃなかった人たちが見えてますね。前の方は初めてのお友達を見ました。あ、うん、はいはいはい、手をついて深々とね、ようこそお越しくださいました。おほほほほってな、どういうテンションそれ。どういうテンションこれ。ということでね、じゃあちょっと聞いてみようかな。もう一個、もう一個聞いてみようか。じゃあ、熊もその中でね、今手を挙げてくれたお友達の中で初めて会ったよってどれくらいいます？もう初めて、あ、初めて、初めて、あ、皆さん初めてだった、よかった。お友達は？あ、2回目だって。ありがとうございます。ねえ、次に行く。羨ましかっただろ、羨ましかっただろ。ねえ、ちなみにくまモンどうですか、初めて。どう、かわいい？あ、ちょっと恥ずかしかった、ちょっと恥ずかしかった。どうですか、くまモン、どう？かっこいい、かっこいい。あら、ありがとう、拍手。すごいね、かっこいいね。なかなか聞かない言葉いただきましたね。ありがとうございます。なんでちょっと初めての人たちもおるけんね、まずはここくまモン好きやってくれたということで、得意なダンスパンね、披露していきたかと思います。さあ、今流れているこの曲、くまモンスクエアのテーマといいます。くまモンスクエアのテーマ、こちらをね、くまモンスクエアのテーマ知らなかった？いやいいじゃない、いやいや知らないわけないよね。ね、知らないわけないよね。はい、もう長いこと踊っとるけん、頭を知っとかんとダメよ。はい、ということで、くまモンスクエアのテーマ、こちら、皆さんと一緒にね、ちょっと手拍子で参加していただきたいなと思います。じゃあちょっとね、皆さん、お手手の準備をお願いします。これ、どの部分やるかっていうとね、最初の部分、くまモンスクエア、パンパン、2回いただきます。ちょうど曲始まったから1回、皆さん練習してみましょう。お手手準備お願いします。いきますよ。クマモンスクエア、クマモンスクエア、どう？あ、バッチリ、ありがとうございます。もう少しです。この他のところはね、手拍子で参加していただけたらなと思います。食べてよ、しれっと食べてよ。まだまだまだ、そっちまだね、まだ置いとこうとしては。はい、まずはくまモンスクエアのテーマからですね。はい、それでは皆さん、手拍子の準備よろしいですか？ OK、ありがとうございます。お手手の準備バッチリです。それじゃあ、くまモンスクエアのテーマ準備よろしいでしょうか？
それでは行きたいと思います。クマモンスクラのテーマミュージックスタート。そういうジャンプじゃない。そういうジャンプじゃない。違う。なもう一回もう一回いきますよ。せーの。いやーじゃないじゃん、ね、いや違う。あのダチョウさんがしたいわけじゃないんですよ。違う違う。押すなよ押すなよじゃない。押すなよ押すなよ。熱湯風呂ないことに。押さない。カメラ映っとるかもしれんよ、カメラのとこ。そんなことはないってね。じゃあ皆さんちょっとね、これ後で動画とか写真チェックしてみてください。はい、ということでね、ドキドキしながらクマモン見とるまでクマモンスクエアのテーマでした。ありがとうございます。はい、ということでね、じゃあクマモン、さっきからちょいつつきよったけんね、あ、お腹すいた、お腹すいた、ささ食べんで。違う違う、それ多分パンダさんだね。違うね。うん、クマモンはまずクマじゃないでしょ、あなた、ね、クマじゃないでしょ、熊本のモンですからね。熊本のモンでクマモンですよ。クマじゃなかろ、さらにパンダでもなかろ、ね、色合い白と黒あるわって、白と黒赤も混じってるわってね。パンダじゃなかですけどね。違う違う、笹があるということは、そして今日は何月何日だ。熊野、うん、熊野、うん、おお、あ、気がついた気がついた。あ、わかったわかった。はい、あ、そう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 ね、天の川サラサラ流れておりますということでね、7月7日今日は七夕の日ですよ。はい。
何これ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 、うん、ああそういうこと、一人二役ね一人二役だったんだね、分かった分かった、はい、ということでね、織姫彦星さんのね、やつでもありますね、はい、七夕でございます。じゃあちょっとこれバスで行ってみますかね。はい、こちらさあ、ということでね、今日はくまモンに七夕に食べないとそのままね、我慢してね、3時のおやつの時間まで我慢してよ。はい、今日はこちらです、こちら。はい、じゃあそれをステージの方に持っていっていただきましょう。はい、来ました。ということでね、今日はくまモンにもちょっと願い事をね、書いていただこうかなと思います。さあ、くまモン、願い事書くの何回目だろうか。ね、もう何回か書いとるもんね。何回か書いてるかって、今日がほら本番よ、本番よ。じゃあ早速ちょっとね、くまモンに書いてもらいたい。ミュートいる、気合い入れてね、はい、今日気合い入れてくまモンに書いて、はい、深呼吸までして書いていただきたいと思います。さあ、じゃあもうよかかな、気合いは。はい、それではね、くまモン、願い事をここに書いてください。はい、皆さんはね、書いてるシーンとかもシャッターチャンスになりますからね。はい、分かった分かった。はい、ということでね、いい感じに最初のお友達もう眠くなってきたことある、ね、もう曲もいい感じだもんね。大丈夫大丈夫、はい、ということでね、よく見てみてくださいな。お母さんがその分ね、楽しんでいてください。はい、ということでね、くまモン書き始めます。あ、もう皆さんはどうですか、願い事今年書きました、お友達書いた、書きました、あ、書きました、書きました、お、さすが、お母さんは、あ、まだこれからですね。ちなみにお父さんは願い事は書きました、あ、書きました、いや、願いだろうか。あ、くまモン、おー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 、はい、ということでね、そんなこんなで今1行目書き終わりますよ。はい、あ、いいね、いいね、入りそう、本日大丈夫ね。はい、よか感じです。喋っとく喋っとく、分かった、こっちは見らんでよかけって、あ、分かった分かった。だね、皆さんこの後ですね、くまモン書いたやつを皆さんに見せて、ちょっと写真タイムも撮りたいですよね、せっかくだったらね、くまモンが描いたやつと一緒にお写真撮影タイムも撮りましょう。大丈夫ですか。はい、ということでですね、もうちょっとで描き上がりますよ。もう赤はいる、赤はいらない、 OK、 黒だけ。あ、ここにもね、いろんな願い事書いてありますね。あとでね、これ営業部長室の方にも飾られるので、よかったら記念にお写真撮っていっちゃってください。おどうした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 ハンパーはーはーどうした、あーは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 ー、あ、どこに入れようかって、どこに入れようかって、どっち入れる、裏裏オッケーオッケー、おー、皆さん楽しみでしょう、書き上がったかな、はい、書き上がりました。はい、ということで皆さんお待たせしました、バッチリ書き上がりました。じゃあちょっとね、こっちの方テーブルとかしますね。はい、ありがとうございます。さあ、それではくまモン、発表する準備よろしいでしょうか。オッケー、それでは発表、3、2、1、こちら。逆さままで、はい、ね、きっちり叶えるためにほら、ちゃんと皆さんに分かるお世話と叶わない、そうそうそう、はい、ということで、みんなが笑顔になりますようにだもんということで、はい、くまモンの願い事に
になります。そうね、何より笑顔が良かったね。幸せ部長兼営業部長ですよ。営業部長兼幸せ部長。はい、ということでね、じゃあちょっとシャッターチャンスここで作っていきましょう。はい、写真タイムになります。じゃあまずはね、その抜いてる方向の皆さんからいきましょうか。はい、それではカメラお願いします。バンバン撮っちゃってください。あー、よかでした。じゃあちょっと5秒数えていこうかな。いきますよ、5、4、3、2、1。はい、オッケー。さあ、じゃあ次こちらの皆さんいきましょうか。はい、もうね、もうクマも心地よかったね。妖怪夢が見て入るね、願い事も叶いますようにっていう気持ちが込めてたら。はい、それじゃあ皆さん、よかですか、いきますよ。はい、では5秒いきたいと思います。いきますよ、5、4、3、2、1。はい、オッケー。さあ、それではお待たせしました、こちらの皆さん行きたいと思います。次は行きますよ、5、4、3、2、1。はい、オッケー。皆さん、よか写真撮れましたか？撮れましたか？ありがとうございます。じゃあこれは飾らない。上の方。上の方。ここら辺かな、ここら辺。せーの。よし。お、はい。あ、惜しい。もう一回。
はい、くまモンがなんと企画したイベントになります。ちなみにね、くまモンネットでですね、ホームページとか見たらこれ比較しよる様子とかしっかり動画として上がっておりますので、はい、そしてね、どんなことするかというとね、SNS とかチェックしてもらったらね、早かったもんね、くまモンの SNS とかしっかりチェックしていてください。もうすでに写真展は多分外で何名か見たんじゃないですかね、始まってるんですよ。くまモン見た？あそこにお写真飾ってあったね、あそこお写真も飾ってあるんですよ。そしてね、その他スタンプラリーだったり、あとはくまモンミュージックフェスティバルで、ミュージックフェスティバルくまモンとなんとケロポンズさん、そして辻彩乃さんも来られますよね、くまモンも。さあ、なんかするかもしれん、こうやって楽器ば演奏するかもしれんですよ、くまモンも一緒にね。さあ、どんなことをするかは当日になってのお楽しみになるのですが、7月ミュージックフェスティバルは7月25日これ人吉駅のとこだったかなね、人吉駅のとこであります。さあ、その他のやつもね、ポスターとか SNS でチェックしてください。いろんなことやっておりますけん、はい、ぜひぜひ遊びに来てはいよ、よろしくお願いします。ドキドキしてね、ドキドキしてる、よよよ、そう、音楽がね、ミュージックフェスティバル楽しみね、ミュージックフェスティバルDJ するのかな熊本の DJ できるかな、よよ、多分あのそういうハーリーなあれじゃないと思うけどな違ったと思うけどな、ラップ、ラップはここは言えます、入ってないです、ラップは入ってない、多分入ってない、うん、間違いなく入ってないと。はい、しっかりね、詳細のほうチェックしてください。ということで、時間になってきましたので、くまモン最後一曲ダンスを踊ってお別れとしましょうかね、はい、ですね。さあ、ということで、ここからは何をするかと言いますと、カモンくまモン、こちらを踊っていきたいと思います。ちなみにカモンくまモン知ってる人どれくらいいます？あ、知ってる、ありがとうございます。ちなみにお友達たちはカモンくまモンは自分の時にあの、寝ちゃってるから耳で聞いてます、耳で聞いてます。カモンくまモンご存知ですか？あ、知らない、皆さん知らない、こちらはカモンくまモン知ってる？あ、知らない、皆さん知らんかったずーっとお尻が向けなんだわね。カモンくまモンっていうね、くまモンが10周年の時にできた曲になりますね。ちょっと今日せっかくだけ楽しく曲ですので覚えていってもらえたらなと思います。ちなみに今これ流れてる曲がカモンくまモンなんですけど、こちらも皆さんに手拍子でちょっと参加していただきたいなと思います。さあ、どの部分かと言いますと、最初の部分、モモモンモモモンくまモンよ、モモモンモモモンくまモンっていうところがあるんで、お、ちょっと流れてきたけど、皆さんちょっとお手手準備ですか、いきますよ、よーモモモンモモモンくまモン、もう一回モモモンモモモンくまモン、バッチリです、ありがとうございますね、バッチリ、さすがですね。はい、この部分しっかり手拍子で参加していただきたいなと、その他のところもぜひぜひ手拍子だったり鳴り物だったりいろんなもので盛り上げていただけたらなと思います。さあ、ということでくまモンくまモンはダンスだよね、くまモンはダンス OK? あなたは A じゃない、 A じゃない、ダンス OK? あ、OK、 よし、じゃあくまモン、カモンくまモン準備よろしいでしょうか、OK! それでは行きたいと思います。カモンくまモン、ミュージックスタート。よっ、くまモン、お手を貸して。行きますよ。よー。Thank you.
願い事は叶えますじゃあお兄さんの今年の願い事は痩せますね。水泳に行こう、水泳から走ったりとかね、はい、ということでね、あのお兄さんが痩せますはよかった。くまモンのステージ くまモンの願い、皆さんの笑顔になりますようにね。皆さんが笑顔になりますように、これはしっかり今年も叶えていきましょう。しっかり笑顔を届けていきましょうということでね、皆さんもぜひまたくまモンステージ遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。はい、ということでくまモンのサプライズ、くまモンといったでしょうな、くまモンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、最後しっかりね、くまモンとバイバイしてお別れしましょう。はい、ありがとうございます。また遊びに来て、はいよ、はい、ありがとうございます。はい、お友達もありがとう、後ろの皆さんもありがとうございます。はい、それではね、ぜひまた遊びに来て、はいよ、待ってます。バイバーイ。本日はくまモンステージにご来館いただきまして誠にありがとうございます。